これが友達が作ったお化け屋敷なんですけど、うん、破壊になってトンネルと重なっちゃって壊すのめんどくさくなってもう壊すのも諦めました。マジか。はい、そうです。で次がここが、はい、読めませんね。読めないね。ああ落ちてった落ちてった読めないね。あいや、うん、はい、ほっとこう。読めなかった。はい、ここまあ釣りですね。釣りゾーンです。釣りコーナー。釣りゾーン。あー、これ釣り堀か。なるほど。じゃあちょっと釣りしてみて。え、釣りするの。はいはい、どうですか。釣れないな。釣れないな。釣れないな。もう一回釣りやり直してればどうですか。はい。釣れるのか。なんか釣れませんかね。釣れますよ。一歩。取ってんのかなこれ。取ってんのこれ。釣り竿をこうやってやれば釣れるんですか。こっち使ってれば。ほんと取れてんのかな。めんどくさいに思います。はいはい。で、ここのあると実際スポナが、僕が見つけたのが3つあって、1つ目がここなんですよ。おー、スポナ。はい、もう下。うわー、下に行くと あ、ほんとだ、ゾンビのスポナ。おー、こう言って、うん、あら、壊しちゃった。ここで、あ、大丈夫、壊していいんです。壊した方がいいんです。おー、村人がこう言ってこう言ってキューンってなれ、キューン、バサッ、倒してくださーいっていうのか。あー無理ですね。はい、倒すとその防具消えますんで。はい、ゾンビ湧いてますね。湧いてる？あ、来てる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 。まあ、次行きましょう。うん、次行こう。自作動物園。どこどこ？あ、そこか。はいはいはい。動物園。ここが牛。おー、牛ゾーン。で、こっちが、ウサギちゃんがいたんですけども、今いません。本当だね。まあ、柵が違うからかな。わかったんですけど、うん、で、ここは焼き鳥ひろきなんですけど焼き鳥屋さん。あ、焼き鳥屋さんです。で、ここがここはあんま有名かどうかわかんないんですけど、ユーチューバーさんが作ってたんで真似てみました。お、なんだろう、真似てみた。どこだ。あ、ありました。ここにまあなんかアイテム入れてください。はい、奥の方に、奥の方に。そうすると、そこ、今なんか取れたと思うんですよ。取れた？あ、リンゴ？金リンゴ？そういうこと？はい、そうです。金リンゴがここを入れてると出てきます。何入れてもいいです。あ、手に入った。あ、3つ入った。あ、入った入ってる。あ、すごい。 TNT キャノン、ジャンプ。お、来た。 TNT ジャンプですね。あ、ごめん、飛ぶ。おお、そこまでか。はい。で、次これなんですけど。あ、ちょっと、やらせてよ、やらせてよ、俺も。あ、いいです、いいです、すみません、すみません。で、最後の方は、はい、最後の方はもうあっち行ってなかったんで、ここから入れて。あ、そうなんだ。ズーンっていうわけね。はい、おー、なるほど。はい。
じゃあ続いてこちら。これはここは友達となんかドッキリするみたいな感じになって作ったとこですね。ドッキリ？え？なんかあるんだ。ドッキリがあるの？はい。え、なんで？実際ならばここにレバーがあってですね。うん。ここ今ピストンの音したと思うんですよ。したしたした。そうするとここが開くんですよ。おお、開いてるね。そうすると、そこの上に敵をいっぱい置いとくっていう。あはは、そういうことね。えって。で、でも声で分かっちゃうね。そうよ。はい。ここはあそこの TNT ジャンプからエリトラで飛んできてくる遊園地。うん、遊園地来た。よし、遊園地。暑い。遊園地暑いぞ。このジェットコースターは、多分一番最後に乗った方がいいと思います。全部を見るんで。はい、じゃあまずここがお土産売り場。ここで骨で狼を名付けられます。おお。ここお土産屋さん全然違うような気がするけど、あ、多分そうです。多分です。多分です。多分ね。あ、どうぞ、こちらお入りください。いいの？大丈夫？捕まらない？あー、トラックさんがジェットコースター焼いた。あー、こら。ジェットコースター。おー、あー、なるほど。男子便所ね。やべえな、トイレがでかすぎるでしょ。はい、お土産屋さんやからし。そこは言わないでください。ここ押します。おお、落ちた。スケさんがいるし。ちょっと待ってください。ドラチさん一回アドベンチャーになってもう一回来てもらえます？はい、上で待っててもらえます？あ、上でちょっと待って、ならはいはい、じゃあ行きますよ。はい、来ました。落ちる。はい、じゃあ、はい、今から行ってもらいます。どうぞ。あー、やめて。なにこれ、死んだやん。はい、これはクリーパーで爆破されるお化け屋敷です。お化け屋敷が今のお化け屋敷なの？最後ジェットコースター乗りましょう。はい、来たジェットコースター。どうぞ。じゃあ前に乗ればいいかな。ドレッツさん前のお席で。はい、ゴーゴーでで、うわー、戻された。2人で行くと戻されるって。じゃあ先行っとくよ。おお。はい、どうぞどうぞ。僕はもう何回も見たんで大丈夫です。そうですか。あ、景色いいね。もう今まで行ったところが全部来てますよ。来てます来てます。おお、はい、いいね、景色いいね。ドライトさんはおおしか言えないみたいですね。ちゃんと言うよ、他にも。景色がいいですね。見てください、すべての街がこんなに輝しく光っております。ほぼ同じことしかほぼ同じことしか言ってないように僕の耳には聞こえるんですけど。ちゃんと言ってるよ。おっと、高いとこへ来ました。おっと、普通の街もありますね。この砂漠の街が、うん、村ですね。バニラの村がありました。そこにね、建ててますのでね。お、白い家が見えます。1個紹介し忘れてたものがあった。乗って気づいてよかった。おっと、飛んだ。おっと、よかったよかった。なんだろう、びっくりしました。ドレッドさん、ドレッドさん、追いつつけない。そりゃそうだよ。さあ、ジェットコースターに乗って早数ヶ月、僕はずっと回されています。早数ヶ月ってそんなにかかったんですか？かかってないけど。お、トンネルが見えました。トンネルもね、普通の白です。カラフルではありませんが、素晴らしいです。ひどいな、普通の白です。さあ、いよいよ終盤でございます。さあ、ここでさらばだドライト、あの世でゴー。はい、あの世でゴーでした。あ、帰ってきた帰ってきた。あの世ってどこですか？あの世はあの世です。静かにしましょうか。はい、じゃあラスト、次ラスト、はい、ここまたドッキリのとこですね。ドッキリ、おー、なんだなんだ。
じゃあドライトさん右の部屋に入ってもらっていいですか。はい、じゃあ行きますよ。うん、うん、なんだ、うわー水攻めだ。まずまだまだです。うわー来た来た、やばい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 、なにこれなにこれ、うわ落ちる、あーやばい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 、あかわいそうにかわいそうに、あーやばいやばいやばい、待ってやばいんでちょっとやばいんでちょっと燃やしましょう燃やしましょう、怖い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 、中溶岩です、燃やしましょう燃やしましょう、逃げれた、怖い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 、今ドライトさんかわいそうだったんでちゃんとあのマグマ流してあげたんですよ。あー怖かった、化け屋敷じゃん。こっちに、ある装置があるんでこっちへどうぞ。ほいほいほい、今からドライトさんには農業をしてもらいます。はい、はい、あのここに種を植えては取ってを繰り返してください。あのちょっと待って、ね、どんどんできるんで今からちょっとやるね。よし種入れるよ。はい、地味な絵面だ、地味だな、あ終わった。地味ですね。あごめんなさい、わ俺、ね、あと一発で死んじゃう。これ食べとこ、あとこのぐらいですかね、これぐらい、あ一個あった、ここであのスライムをあのスポンエッグで出して、あスポンエッグ出すの、立てたおして、で こっちの家の中と、うん、あのもう一個地上あるんでこっちに、こっちと2箇所であのスライムボールを当ててる。ほう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 、スライムボール、あできてる、スライムボールだ。で村人がなぜか一旦落ちてる。えスライム発生装置、なるほど、そのぐらいですかね。はい、ありがとうございます。おー結構なかなかいっぱいありますね。結構作りましたねこれ。んだって最初コツのことしかなありません。うん、作り込んでましたから。うん作り込んでる、結構機能系もあったりとか建築系もあったりいろいろあってすごいです。うん、じゃあ最後これ聞いてエンディングにしましょう。最後聞いて、はい、ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイ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 、殴られた。殴るな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 殴るよ。